もしひろゆきが金子ね学歴がなく大企業に潜り込みたかった場合、ショーン・ケイや山本一郎のように経歴詐称しますか。僕しなくても受かるんじゃないかな。多分その入りたい会社があって、でそこにの会社が求めるスキル像っていうところでちゃんとそのスキルを取っていくかな。まあ例えばじゃあ今だと広告代理店とかだったら中国語喋れるとか、まあ外国語喋れるとかってポイントが上がるわけですよ。でその IT のこと分かってるといいよねっていうのがあるので、じゃあこういうアプリ作ってこれだけダウンロードしてランキング入ったことあるんですよとかっていうので、ある程度その相手の会社が求めるものってこういう人材だよねっていうので、そこを証明するまあものだったりスキルだったりっていうのを揃えて面接でこういうことできるんですけど何でもいいっす、言われた通り何でもやりますっていうと結構受かる確率高いと思うんですよ。最近の若い子ってこういうことしたいですとか、なんかそのワークライフバランスとか、なんか御社休日どれぐらい取れますかとか聞くやついるんですけど、面接で聞いてるやつ全員バカだと思うんだよね。まずそういうことを聞くようなやつはめんどくせっていうのもあるし、そこで真実が聞けるわけないじゃん。うちの会社は有給出すよって面接では言うけど、入ってみたら有給取れないって当たり前だから、面接で真実を聞こうとするやつって基本バカだと思うのね。まあ聞けることもあるかもしれないよ。面接っていうのはあくまで相手が欲しいと思う人材をその役割という演技をするって、こういう人欲しいでしょっていう演者としてのあの舞台なのよ。なので必要なのはその舞台で言うべきセリフとその役者がやるべき振る舞いなのよ。礼儀正しいとか、その落ち着いたこうなんか話し方をするとかで、ちゃんとスキルもありますよっていうものが欲しいと思ってるのに、なんか俺こういうことやりたいっすとか、いやそんなんいらねえしみたいになるわけよ。なんだろうな、反骨精神のある面白いやつを取るっていうのは現場の人に採用権限がある場合はそうなのよ。その現場の部長がじゃあお前採用とかっていう場合は面白いやつは受かるんだけど、大企業の場合ってまず人事部っていう現場じゃないやつのハードルを超えなきゃいけないのよ。で人事部の場合ってその現場じゃないので変なやつを通すと、お前なんでこんなやつ通したのって怒られるのよ。でもじゃあこういう大学卒でこういうスキルの人ですっていうのを通したら、まあそいつがクソ野郎だったとしても、まあ書類を通るのはしょうがないよねっていうので怒られはしないのよ。なのでまず人事部の人が通しやすいようなところを演じるっていうのが第一段階で、で第二段階の現場レベルになって、現場レベル その部長とかと話をするんだったら、そこでは好かれること、その人に。だからそのお酒好きそうだったら、僕学生でそのお酒とか飲まないんですけど大人ってどんなお酒飲むんすかみたいなこと言って、そういう人がお酒飲むタイプだと連れてってくださいみたいなこと言うと割と喜ばれるのよ。今の若い人ってお酒嫌いじゃん、飲み会嫌いじゃん。でまあ飲み会好きな人もいるんだけど、飲み会嫌いみたいなイメージがあって、で大人の人たちってなんだろうね、シャイというかね、自分に自信がないからね、酒飲んで喋りたがるんだよね若手に。だからその若手が酒飲んだ状態で話を聞いてくれる構造を作りたがるから、こいつそれができるっていう風になると、酒飲める人ってそれだけでポイント上がったりするんだよ。で現場を乗り越えて、で最後大体ね社長面接みたいのがあるんだけど、社長面接って基本的にはもう形だけでほぼ落ちないのよ。なのでそこはもうそつなく何にも面白いこと言わない、ただ真面目に普通の対応をしとけばまあ落ちないんでっていう、そのこの舞台では何を求められるかっていうのを、要は人事部で求められるものと現場の部長で求められるものと社長に求められるものっていうのをちゃんと理解して、それの演技をするかどうかっていうのが就職っていうゲームなんですよ。なのでそれをやるんで、そんなに僕難しくなく受かるんじゃないかなと思うんですけど、はい。